はい、こんにちは。今日はですね、陶芸家になる最短の方法っていうお話をしたいと思います。まあそのうまかろうが下手かろうがですね、それに対してお金を払う人がいて、そのお金でこう生活できればですね、まあ、それは陶芸家なんでしょうが、まあ、そんなことがポンとできる人っていうのは、もともとの有名人とかね、なんか、そういう人じゃないとは難しいだろうと思います。で、やっぱり、要は技術的なことですね。僕はその、どうやって売ればいいのかなんて全然わからないんで、ね、それはもう、そうじゃなくて、技術的な部分で最短の方法っていうのをね、お話したいと思います。で、まあ、要はね、もし僕が、20年前の自分に、なんか、こう、アドバイスできるんだったらこうするだろうなっていうことですよ。で、まずですね、前取った焼き物と陶芸という言葉の違いがありますよね。だから最短の方法としては釜を買わなきゃダメなんです。まず絶対釜です。釜がないと、釜焚きができないと、陶芸家にはなれません。はい。これも絶対に必要なことです。で、これはそんな釜なんていきなりってね、思われるかもしれませんが、例えばですね、そうですね、こう今一眼レフで撮ってるんですが、カメラがやりたいんだよねっていう人がカメラ買わなくてどうするんですか？ね、だから焼き物やりたい人が最初に買わなきゃいけないのはろくろじゃないってことです。ろくろ新品買えば、だいたいその汎用というか、一応復旧してる、モデルがだいたい13、4万ですか、それぐらいはすると思いますので、頑張ってもう10万ぐらいプラスしてね、まず釜100ボルトの電気炉で行きましょう。100ボルトの電気炉で行きます。で、いやって100ボルトなんか何にもできないだろうって思われると思いますが、逆にじゃあどれぐらいのサイズだったらいいと思いますか？ 0.2 リューベ、 0.3 リューベね。で電気炉だったらまあ6キロ8キロ10キロぐらいがいいって思われてると思いますが、それはね、実は違います。で、なぜ100ボルトの電気炉を最初にお勧めするかっていうと、何回もできるからなんですよ。それこそその気になればですね、そうですね、釜を冷ます時間を入れれば3日に1回ぐらいは焼きずっと調整をすることができます。だから調整、釜っていうのは回数です。残念ながらもそれはそうです。で、その時に漠然と回数を繰り返しちゃダメなんですよ、ね、だから漠然と、トレーニングしてもスポーツうまくならないのと一緒だし、例えばカメラで物を撮る時もですね、漠然と撮ってちゃダメですよね。その撮るたびに考えなきゃいけないわけなんです。で、自由になる自分の釜が手に入ったところが本当の焼き物のスタートです。これはもう自分もそう実感しましたし、多くのお客様もそのようにやっぱ思われてくださってます。だからまず釜なんですよ。で、100ボルト茶碗2個ぐらいしか焼けないだろうって思われると思いますが、もしですね、 0.2 リューベとか 0.4 リューベとかを買っちゃったらですね、まあ、もちろん買ってほしいですよ、僕は買ってほしいですけど、これはあくまでそのね、応援動画なんで、それをいっぱいにする場合はですね、まあそうですね、うちの 0.4 だったら、ご飯茶碗だけだったらどんくらい入るのかな、100ちょっとぐらい入るんじゃないですかね、本焼きで。それを毎週焼けますか、毎週そんだけ作れますかっていうことなんです。で、陶芸家にまだなってない人の話なんで、まだ学校なり仕事なりをされてると思います。そういう人が自由にできるのは、制御付きの100ボルトの電気炉、ね、これがベストです。
で、要は一個一個確認してください。そしてその時必ず、やってほしいのは整形についての記録で、釉薬などの記録、まあ、必要ならば絵付けについての記録です。で、成形についてですが、別にろくろで作れとかそういうことではありません。最短で陶芸家にならないといけませんので、成形、要は成形、粘土細工でずっと行っちゃったら、ね、それダメなんですよ。陶芸家になれないんです。はい、ここを通って物事を考えていかないといけない。つまり生で 100g の粘土は本焼き後に何グラムになるか答えられますか？生で10センチメートルのお皿は焼き上がった後に何センチメートルの直径になるでしょうか？つまり自由にそのサイズを作れるようになる必要があるということです。この意識ができて、それができた後に量産の練習をすればいいだけのことなんです。はい、じゃあ釉薬、僕今まで釉薬のことに関する動画いっぱい撮らせてもらいましたが、ね、そのたくさん見ていただいて本当ありがとうございます。で、それも参考にする必要あるかもしれないですけど、まず自分の釉薬、自分の釉薬って別に買ってもいいんですよ。買ってもいいんだけど、ちゃんと管理して思った雰囲気にちゃんと釜を通して考えてですね、思った厚みになってるか、ね、釉薬の、まあ、濃度ですね、濃度ちゃんと自分が思ったようにできてるか、ね、できてるのか、それから調合するなら色とか、それから、その、まあ、貫入の入り具合、汚れ具合、例えばご飯茶碗今週1個2個焼いたら次の週ひたすら使ってみて、結構汚れんなこれとかね、そういうの確認、あ、じゃあこの調合ダメだなって、それは小さな釜でやらないとできないんですよ。よく、まあ、僕も一釜パーとかいう話いっぱいしてますけど、そういうバカみたいな失敗いっぱいしました。例えば一釜この釉薬いいなと思ってその釉薬とかでやってですね、焼いて使ってみるとえらい汚れて、この釉薬ダメだなって言った時に、もうでもその釉薬がかかった器が何十個ってあったら悲しいですよ結構。だからそうならないように、1個2個のレベルでこれを繰り返すことです。そしてその絵付けもゴスにしろ鉄にしろベンガラにしろですね、オニータでもいいですけど、思ったような濃さで描けてるのか、それはまあ釉薬とも絡んでくるんですが、それが自分の感覚でちゃんと、あ、今こうだから焼いたらこうなるなっていうのが頭の中でつながるようになるべく早くやらなきゃいけない。それにはやっぱりもう小さな釜で毎週のように繰り返すしかないわけです。で、これはね、本当にもう、もうなんていうかな、と思われる方の方が圧倒的に多いと思うんですが、これは事実です。で、まあ、偶然ちゃ偶然ですけど、僕もやっぱ最初に買ったのは 100V でしたし、今バリバリやってる僕の友人もですね、最初はアパートで 100V の釜でやったりとか、そういう方結構いらっしゃいます、ね、だからそれをこれをだから要は焼き物での PDCA サイクルを自分でぐる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 やらないとですね、ろくろだけね毎日練習とかねやってもね、本当はね遠回りなんです。で、これをとにかくぐる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 やってみる、やってみて自分の仕事には電動ろくろが必要だってはっきり確信ができたら、そこからやればいいだけです。その時にもうこの考え方ができてるから、ろくろはすぐうまくなりますよ。だってこれが焼いたらどうなるかっていう感覚があってろくろやってる人と、ろくろだけやってる人は全然違います。見えてるものが、粘土の生の完成度なんか
どうでもいいんです。焼いた後どうなってるか、それには釉薬とかが関わってくるわけなんです。だからこれをとにかくぐるぐるやってください。そういうやり方が最短であなたをプロの陶芸家、もしくはプロに、プロと同じレベルの、アマチュアでも あってもそのレベルになる最短の方法です。今電動ろくろ買おうかなと思われてた方ちょっと待ってください。よく考えてください。何がしたいですか？ろくろ師になりたいんですか？焼き物をやりたいんですか？最短の方法はこれしかないと私自身は思いますね。もちろん僕のその商売で言えばでっかい釜バンバン買ってもらった方がいいですよ。いいですが、それじゃあね、その本当にその人のためにならないわけです。で、100ボルトの釜のいいところ、どこへ引っ越してもコンセント入れれば使えます、ね、ってことはいらなくなったら案外簡単に、売ることもあげることもできるし、まあなかなかそういう人いないと思いますが、ほとんどみんな持ってます。で、何に使ってるかというと、1個だけ全然違う温度で焼いてみようとかですね、この何個かだけ金彩しようとか、そういうことでめちゃくちゃ重宝するんです。だから最初に買うのは電動ろくろじゃなくて100ボルトの電気炉にしてみてください。そしてこの、ね、焼き物 PDCA サイクルで最短でプロ並みの技術と知識を身につけてください。僕は応援してます。それではですね、チャンネル登録よろしくお願いします。どうもありがとうございました。